お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっとお茶も持ってこよう。でした。飛べなかった人です。あ、フローズンカクテルありがとうございます。配信のこととかで落ち込んだことなくて、多分初めてかな。初めて落ち込んでますね。ありがとうございます。あのサーモンさんもお祝い応援してくれてたのに、お疲れ様でした。バンジーの時ゼロはうるさかった。いや、なんかね、応援してくれてたんだよ。でもなんか隣の外人の従業員の人が、うん、聞いちゃダメ、あの人の声聞いちゃダメってずっと言われて、自分が決めるって、あの人の言葉全部ダメ、聞いちゃダメって、うん、いやー、すいませんでした、本当。でも今日はイベント最終日なんで、ちょっとやっていきたいと思います。私正直言うと、あそこのステージあるじゃん、あのステージまで正直全然怖くなかったんだよね。むしろあの怖いふりしてた、ちょっとちょっとちょっと演技入ってた、ビビったふりとか。いや、いけるいけるって思ってた、ずっと。で、あのステージになった瞬間に怖いってなっちゃったね。ナイスしに来て、ごくありがとうございます。あ、ピちゃんありがとうございます。そう、飛べると思ってた、マジで。絶対リタイアしないと思ってた。そう、口だけ女、何言われてもしょうがない。リタイアすることも怖いじゃん。リタイアって地獄じゃん。7000人を裏切ってさ、ナイス裏切って、 あの応援してくれてるリスナーさん裏切って、それを超えた、それの上を超えた怖さ、怖かった、マジで。いや、叩かれても仕方ない、仕方ないですね。うん、そう、余裕ぶっこいてた、マジで。はい、しきちゃんは日本一の、バンジージャンプで 200m、 今日のが 100m だから 200m 飛んだね。嫌われちゃったかな。ありがとうございます。他人と比べる必要ないし、まいやまいでいいところあると思う。あ、
ありがとうございます、ゆちゃん。ありがとうございます。優しいんだよ。マジで。いや、信じてたからね。絶対私飛ぶと思ってた、自分で。へこむよ、これ。なんで、ちょっと他のね、バンジーはできなかったんで、他の企画考えて、見直してもらうように。私ちょっとね、ガツンと系できないのかも。ガツンと系で、その体力系とか、あ、サマーパーティー10個ありがとうございます。あありがとうございますあ、ちょっとまさかの人からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっともう後で言う。ありがとう、びっくりした。うん、あんまり落ち込むな。5個ありがとうございます。あ、ありがとうございます、うん、いや、ナイスは辞退しないですよ、うん、そう、ナイスはちょっと勘弁してください。昨日のナイス返せ。そうなっちゃうのかな。考えてたシナリオがちょっと変わっちゃって、どうしよう、不安になってきちゃった。あ、3個ありがとうございます。ナイス、頑張ってね。あ、ありがとうございます。いや、自信があるっていうか、自信があるわけではないけど、ポジティブなだけ。自信過剰とか調子乗ってるとか言われるけど、あのね、あんまりあの下なんかマイナスに考えないだけだよ。でも今日はちょっと減らっちゃうわ。いや、今日ちょっとお酒飲まないと枠開けなかった。あ、750ナイスありがとうございます。あ、5個ありがとうございます。あ、ありがとう、お疲れ様。いやいや、取れなかったからね。で、私お酒飲んでて、前はお酒飲むとコメント拾わないよな、じゃなくて、読めるコメントがないだけで、見てるんで、ちゃんとコメント、うん。読めるコメントがないですね。ではごめん、ソーダ水買ってきてくれたりする？ほんとごめん。買ってきます。お酒飲んじゃったから、ちょっとソーダ水買ってきます。自分で行きます、すいませんでした。なんかいる？いらない？何も？ハニーちゃんは今日あの散歩配信して、あの少しね、歩いたから疲れちゃったんじゃないかな。自分の財布持ってきました。
ったりけったりだよ。赤くなってる。大丈夫？痛いです。大丈夫？痛いです。あ、そう。え？え？あ、そうって。どっか行っちゃった。ラジオにしますね。ソーダ水ってどこですか？あ、はい、ソーダ水ってどこですか？ソーダのソーダ、炭酸水、はい、炭酸水です。何ミリか、これ1リットルなんですけど、小さい方です。小さいのだから、違う、500ミリ。あ、ありがとうございます。袋ください。
こけろよって、あのさ、わざとじゃないから。まあ、あっそってやめてほしい。3個ありがとうございます。あ、ありがとうピッちゃん。かゆイベント配信だけど、反省会です。あの、企画ちゃんと考えます。なんか他に。ありがとうございます。5個。さっきからチラチラ見えてた、今までだっていろいろあったでしょ。大丈夫だよ。あ。